私自身初めてのシングルス、初めてのビクトリーマッチで本当に緊張したんですけど、まあ、自分が勝ってチームも勝つことができて本当にまず一安心しています。自分はまだ、まあ、T リーグ自体も出て5試合目で、多分ビクトリーを控えてるのがまあ3試合目だったんですけど、まあ、やっぱり本当に緊張する試合だなというふうに思って、まあ、私自身も高校までに5番をこう任されるということがまあなくて、本当に経験もないことなので、貴重な経験をさせていただいているなというふうに思います。本当にあの私、本当に海外遠征であの抜けることが多くて、でもその間にやっぱいるメンバーでこうなんとかなんとかこう勝ち星を重ねてくれていたので、あのここからもう、あの勝ち星を伸ばしていけるように、まあ、自分が戦力になれるように頑張りたいと思います。初めての経験が多くて、まあ、本当にこう団体戦っていうあの経験は自分にとってはこう貴重な体験で、自分自身を本当に成長させてもらってるなっていうふうに感じています。多分開幕戦以来の対戦になると思いますので、あのそのまずリベンジができるように年内最後あの勝ってみんな笑顔で終われるように頑張りたいと思います。まあ、T リーグはですね、ご存じのようにやっぱダブルス一番が勝負だと思ってましたので、まあ、今あの隔離から明けてですね、佐藤橋本のですねエースダブルスが九州アスリートとしては一番で戦えるっていうのは、まあ、非常に大きいのです、ね、そこを取って2、3、4の2つっていうイメージだったんですが、まあ、ビクトリー今日はもう佐藤が控えてたので、まあ、ビクトリーに回っても勝負できるというふうに思ってたので、まあ、九州アスリートとしては最高なあの試合で勝つことができました。まあ、おっしゃる通りでですね、あのやはりバリエーションですね、佐藤、橋本の2人がいるっていうのとですね、まあ、横井もあの非常にいい試合してますので、攻撃マンが来るのか、カットマンが来るのか、まあ、うちのオーダーはですね、非常に読みにくいと思ってますので、まあ、バリエーションが増えたのと、やはりその、まあ、今はですね、やはり横井もですね、非常に調子がいいですので、まあ、うちとしてはですね、まあ、佐藤、橋本の実力者2人とですね、まあ、横井、もう少しちょっと入れさ、頑張らないといけないんですが、あの、そこをですね、もう少ししっかり練習させてですね、27開けたらすぐまた28、日本生命さんとあるので、それに向けてしっかり準備していきたいと思っています。そうですね、もう、あの、いろんな方からですね、あの、出来すぎじゃないかって思われているところもあると思うんですが、あの、まあ、新規参入させて、していただいて、で、まあ、このような形で戦わせていただいて、まあ、それも一度、今のところ2位でですね、今日は、あの、今日の司会の方がですね、2位になりましたって言ったのでですね、もう選手とみんなの前でですね、優勝狙おうっていうふうにいつも言ってるので、まあ、その中でいくと、まずは混戦ですが、一旦2位になったので、今からですね、優勝目指して頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、日本ペイントさんがですね、あの非常にまあ抜けてるっていうのもあってですね、はい、2、3、4、5はですね、非常に混戦です。ですので、まあ、あの一つの勝利がですね、まあ、2位なのか3位なのか、非常にキーになってくると思いますので、まあ、他の海外選手がですね、合流した時にですね、どこまでうちのまあ夫人と、まあ、うちも2月にですね、あの外国人の選手も踏まえて最終調整してますので、まあ、そこで、あの、選手が揃ってきたらですね、まあ、村上監督が言っている優勝戦線を目指してですね、勝負していきたいなというふうに思ってますが、まあ、まだまだ道のりが長いのでですね、頑張っていきたいなというふうに思ってます。まあ、開幕戦はですね、あの選手もですね、非常に悔しい思いしてですね、あの帰ったことをすごく私も覚えてます。ですので、もちろんあのホームはですね、あの貝塚で日本生命さんのホームなので、きっとたくさんのお客さんが来られている中でですね、アウェイ感あるかもしれませんが、まあ、そこでうちのチームがですね、いい勝負して勝つことによってですね、本当に先ほど言ったようにファイナル、セミファイナルに向けてですね、あの乗れるんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、そこに向けて明日1日あの休養してしっかり練習して、あの28日、今年最高の試合をですね、締めくくりたいなというふうに思っています。